を襲撃した首謀者はジークさんだった。ピークさんもなの？私たちは何のために戦ってきたの？善良なエルディア人だと世界から認められたら、いつかエルディアは解放されるんじゃなかったの？あなたもジークと同じ裏切り者なの？ガビ、私たちはマーレ人、エルディア人、何だと思う？私たちは名誉マーレ人。違う、私たちはユミルの民。これだけが逃れようのない事実。何人を名乗ろうと、私たちは巨人になることができる人種。スラバ要塞で見た通り、巨人の力はいずれ通用しなくなる。つまり私たちはマーレに用済みとされて、いずれみんな殺されるの。善良なエルディア人であることを証明し続けても、私たちが解放される日は来ない。私たちは私たちの力で人権を勝ち取るしかないの。証明しろ。あんたがこっちに協力するってんなら何か証拠を見せろ。この町に潜む仲間の位置を教える。どうやって？この建物の屋上に行けばすぐに指をさせる。いいだろう。